Nanda. Yosh. どうかな? わかった! 頼むな。 それではボスの攻略に向かいましょう。 Thank you.
よし。わかった。キリト、聞いてくれ。ごめん。よう。おめえの役に立ちそうなもんとなると、今は、いや待て、ものじゃねえがな、この76層でちょっと変わったものが見つかったって噂があってな。なんでも不思議な石だとかなんとか、近くまで行ったやつがいないとかで詳しい話はわからないらしいんだが、ま今のところはただの噂ってレベルだけどな。今度はお望みの掘り出し物を用意できるよう努力しておくせ。
キリト君、今みんなとヘアスタイルについて話をしてるところなんだ。私の髪の色をちょっと変えてみようかな。アスナにいじられたヘアカラーだけど、そろそろイメチェンもいいかななんて。そういえば私がやったんだった。あれからずっといじってなかったしさ。確かにたまには気分を変えてみたくなりますよね。そうね。私ももう少し動きやすいよう束ねようかな。私パパに髪の毛すいてもらうのが大好きです。パパは髪型変えないんですか？もうキリト君、なんでそんなに無関心かな。髪型って自己表現の一つでしょ。それってすっごい大事なことだよ。前髪の長さが少し違うだけでもすごく印象が変わるんだから。キリトさんはどんな髪型が好きですか？なあニシリカ、キリトの好みに合わせようとしてる？その髪型にしてみるかもですけど。それってつまり見慣れてるだけってことじゃない？もうシリカちゃんが真面目に聞いてるのに。まあでもイメージとして定着しちゃっているっていうのはわかるけどね。でも女の子は男の子に褒めてもらいたくて何時間も鏡とにらめっこするものなんだよ。そうそう、キリト君はちょっとデリカシーに欠けるんじゃないかな。でも案外こういうやつに限ってイメージチェンジした女の子に簡単に転んだりするかもしれないわよ。私もシノさんみたいにショートにしてみようかな。シリカは今のままがいいと思うけど。シノさんもそう思うんですか？でもこれちょっと子供っぽいかなって思ってはいるんですけど。シリカの髪型で好きな部分があるのよ。え、何がですか？ちょっとその場でぴょんぴょん飛んでみて。ゆさゆさが可愛い。
なるほど。束ねた髪の房が揺れるのがシノドンはお気に入りなんだね。なんかね、揺れるのって目を奪われちゃう感じがする。そう来るとは思わなかったわ。ぽよんぽよん跳ねてます。シリカはその髪型じゃないと揺れるものがなくなっちゃうから、そのままの方がいいよ。なんかひどいです。ちょっといいかな。ちょっといい。今ちょっと出かけてるみたいです。ママに何か用があったんですか？ですね。あのパパ、お願いがあるんですけど。存知ですか？この76層の外れにちょっと変わった石のオブジェみたいなものがあるそうなんですけど、
実はそこに私を連れて行ってほしいんです。はっきりとした確証はないんですが、多分システムにアクセスできるコンソールのようなものだと思うんです。うまくすれば私の機能を取り戻せるかもしれません。もちろん、あるいは全くの無駄足になっちゃうかもしれませんけど、あ、でもそれでパパたちのお役に立てるようになるかどうかもわからないんですが、場所は予測がついていますので、近くまで私が案内できると思います。